藤井四段は午前10時から八大タイトル戦の一つ竜王戦の決勝トーナメント入りをかけて近藤誠也五段との対局に臨みました。藤井四段は終始攻め続ける将棋で、午後7時37分に102手で近藤五段が投了し勝利しました。これで藤井四段の竜王戦の決勝トーナメント進出が決定し、史上初の中学生タイトルも期待されます。強い先生と当たることができるので、思いっきりぶつかっていきたいと思います。この勝利で藤井四段は自身の持つ公式戦の連勝記録を19に更新し、単独で史上7位となりました。